よし、じゃあやっていきます。次は2010年の、まあ、副題人文理法学部についてなんだけど、これさっきじゃない前回やったのとなんか似たような感じなので、まあ最初の出だしを注意してどっちがどっちか分からなくならないようにやっていってください。よし、じゃあやっていきます。これもまあ全部傍線部訳とか単語の訳になっているので、まあ一つずつ確認して大事なところを押さえていきたいと思います。ではまず問いの1、傍線部 A を日本語訳せよっていうので、まず出てきた長月、これ何月でしょう、わかるかな、これ押さえたって9月よね。まあこの月面っていうのは結構出てくる年もあるので全部言えるようにしとってね。だけん1月から12月まで、まあどういう個単でどういうふうに表されているのかっていうのを押さえておいてください。長月はまあ9月ということで、9月の有明の、まあそのまま訳していいね、有明の月に誘われて、まあこれはこの長月が分かればそのまま訳していいよね。9月の有明の月に誘われてっていうので、まあ傍線部 A は簡単に訳すことができます。じゃあ傍線部 B を日本語訳せよ。まあこの、まあ、傍線部 B のここ、まあ、これ差し抜き抜きっていう読みなんだけど、まあ、差し抜きっていうのは、まあ、今で言ったら、針を、まあ、裁縫セットの中に、まあ、こう針に刺さらんようにこう差し抜きっていう指にこうはめるやつがあるんだよね。そのことを今では言うんだけど、この時代の差し抜きっていうのは、まあ、貴族の服装、服、貴族が着ていた。まあ服の一種。ということで、まあ差し抜きはそのまま訳してください。まあ調べても気になる人は調べてみて、差し抜きっていうのはどういうものかっていう。まあ服なんだけど、服が出てくると思うけど、どういう服なのかっていうのを調べてみてもいいかもしれない。まあ、差し抜きが、月々式、これすっごく大事ね。月々式っていう意味は、まあ、似つかわしいっていう意味だね。似つかわしい、似つかわしい、似つかわしく引き上げて、まあ服をちょっと昔って結構下まであったので、それが邪魔にならないように上に上げるっていう感じかな。引き上げてっていう意味になります。傍線部 B も短いので、まあ月々詩を訳すことができたら簡単にいけるかなと思います。じゃあ次問いの3番いきます。問いの3番、傍線部 C だね。 C は木立お菓子き家に、琴の音、ほのかに聞こゆるに、いみじゅう、うれしくなりて巡るっていう意味だね。ね、これを訳していきます。ちょっと長いけど、まあ大丈夫と思います。いきます。木立お菓子き、お菓子相当大事だよね。結構出てくるよね。趣があるとかだよね。しっかり学校でもやったと思うけど、趣が
家に、琴のね、ほのかに。まあ、ほのかにっていうのは、まあ、ひそかに。ひそか。ひそかに、聞こゆる。聞こゆるは、まあ、聞こえる。に、いみじゅう。いみじゅう。これもね、さっき出てきたからね。いみじゅうは、体操。とか、とても。ね、意味中、嬉しく、嬉しくはそのままね、嬉しくなって巡る、巡るは巡、これで巡るっていうね、巡回するっていう意味になります。じゃあ最初からいきます。木立が、趣がある家に、あ、家に、まあ、からに、からのがこう役がちょうどいいかなと思います。家から琴のね、ほのかに、ひそかに、聞こえる、聞こえる、ん、聞こえて、まあこれ主語が誰がってなるんだけど、その前の文章を見たらこれね、この人少々っていう人ね、少々は体操を嬉しくなって巡回した、巡回するか、巡回するっていう意味になります。だから、まあ、主語をしっかり押さえとってね、その前の文を見返して、誰が意味中嬉しくなれて巡ったのかっていうのを押さえてください。よし、いいかな。まあ、ここで言えばお菓子が一番大事なんで、お菓子は趣があるっていうのを押さえとってください。よし、じゃあ次。問の4、よいしょ。問の4が、D だね、D。いかなる人の書く、引きたる、ならむと、断りなく、ゆかしけれど、けれど、すべき、長いね、方を覚えて、よし、じゃあ訳していきます。ちょっと長いですね。いきます。いかなる人の、いかなるは、まあ、どんなね、どんな人が書く、書くっていうのはこんな風に、まあ、こんな、このようにみたいな、こんな風に引き至る、何をしている、引いている、引いている、ならぬ、何なのか、どんな人がこんな風に引いているのかと、断りなく、ここ断りなく大事、断りなく、これの意味が、理由がないっていうね、理由がない、わけもなくとかね、まあわけもなくがちょうどいいかな。わけもなくで、ゆかし、ゆかし大事、星マークつけてください。ゆかしは、心惹かれる、心が引きつけられるね、引きつけられる。けれど、すべき方、ここの方も大事、方イコール方法、手段とかね、方法ね、すべき方は方法、方法も覚えで、
まあ、覚えはさっき言ってたよね。思いつくとかね。で、では何なの、では何のね、っていう意味なので、思いつかないで、なので、あ、これ途中書いてなかったね。まあ、例のは、いつも通り、これ例のね、ここから先はちょっと省略していきます。例のは、まあ、いつも通り、いつも通り、恋いださせて随心に歌わせたまう。あと大事なのが、随心っていうのがどういう人かっていうのをちょっと押さえとって、随心、随心っていうのは貴族ね、貴人の、まあ、計略っていうことね。随心は貴人の警備役の人のことになります。なので、まあ、もう一回訳すと、どんな人がこんな風に弾いているのかと、わけもなく、断りなくはわけもなく、心が引きつけられるけれど、まあ、すべきっていうのは、まあ、すべき方法がないっていうのは、まあ、どうしようもないっていう、まあ、直訳は、まあ、すべき方法はないだけど、まあ、ちょっとニュアンスを変えて言えば、方法、まあ、どうしようもないので、いつも通り、まあ、すべき方も思えで、するべき方法も思いつかないので、まあ、いつも通り、随人に声を出させて歌わせたっていう意味になります。いいかな。まあ、ここで大事なのは方法を語っていうのと、あとゆかしは心が引きつけられるっていうことね。で、いいかなと思います。よし、じゃあ最後いきます。意味の文を訳して、よいしょ。問いの5番は、いいね、いい。心ときめきしたまえど。さもあらぬは口惜しくて歩みすぎたり、よし、はい、いきます。心ときめきしたまえど、まあ、心をときめかせ、たまうっていうのは尊敬語だよね。まあ、心をときめかせなさっときめかせなさったが、さもあらぬは、まあ、これあらぬっていうのは、まあ、ないっていう意味だよね。だから誰も出てこないっていう意味だ。まあ、これ文脈で訳をしたら、誰も出てこないので、ここ口惜しいっていうのが大事ね。残念に思って、残念に思って歩み過ぎたり、まあ、そのまま歩み過ぎたっていうこと。心ときめきなさったが、誰も出てこないので、残念に思って
歩みすぎたよっていうやつね。さあこれで全部防戦部役は終わったので、まとめの6は二重防戦部 A から E の意味を答える文になってるので、もうこれはこの単語を見ながらやってください。よし、じゃあ終わります。